のエクリプスクロス見ていきましょう。はい、はい、それがこちらでございます、はい、アウトランダーと何が違うんですか、うん、一回り小さい形で、はい、一番アウトランダー新型アウトランダーと比較すると、うん、こっちの方が200キロ軽いんですよ。その分走りが軽快な感じになってくると思う。あと、まあ、この形からして、うん、ちょっとクーペフォルムというところでちょっとスタイリッシュな方向に狙ってるっていうのが、まあ、エクリプスクロスの位置づけになります。パワートレインは一緒？パワートレインは先代のアウトランダー PHEV の、はい、まあ、改良版という形になってます、はい、ただまた最近ねアウトランダーが人気なんでちょっとまたね人気盛り返してきてますよね。そうですね、こう販売店にアウトランダー話題なんで見に行っていただいて、うん、ちょっと大きいかなと思って、うん、でもこういう車あるよっていうと、うん、それでこちらを選んでくれるお客様もいる。横幅もちょっと小さいのでこちらの方、うんうん、まあ、普通にね街乗りだったらこっちの方が、ね、そうですね、実は私もこれ買っちゃった人なんですけど取り回しいいもんねこの大きさ。そうなんですよ、はい、うん、一番の特徴で言うとどこになるんですか。シャープな形この形ですかね、やっぱりね、うん、アウトランダーはこうまっすぐ行ってストンとしてますけど、ね、こうスーッとスランとしてるリアの形がかっこ優先、はい、このお値段いくらぐらいですか。こちらがだいたい450万ぐらいで一番いいやつが買えるんですけども、うん、まあ、アウトランダーはそのちょっと上ぐらいからの価格レンジです。なるほど、はい、アウトランダーだとだって500万ちょっとでしょ。500万ちょっとですね。あ、そうですね、装備充実してるところにあるとそんな感じです、うん、大きさで言ったら俺こっちの方が好き。 あとこうシャープな、なるほど、おしゃれな感じ。そうだね、じゃあ行ってきます。行ってきます。近づけすぎ前がビビってるよ近づけってよ、いくらでも近づけますよどうですか、こっちの方が、うん、こう足回りが、うん、アウトランダーに比べると若々しいスポーティーな、うん、シャキッとした足、うん、ちょっとゴツゴツする、うん、だけど俺はこのゴツゴツ感好きですよ、うん、アウトランダーの方がしっとりめ。そうですね、まあ、重厚感があるという感じ。そうそうだ、ね、まあ、ボディの大きさもね、だってこれアウトランダーより200キロ軽いから200キロ軽いです。やっぱこう軽快なんですよ。200キロって大きいよね。でかいですよ、ほんとでかい。あ、これはこれでやっぱ軽い。軽いですか。うん、アウトランダーに比べたらやっぱ軽い、はい、軽快だ。若い人はこっちだと思う俺。そうだよね、うん、格好もそうだし室内も若々しいし。だけどこれはさ、うん、チープなところはないもん。そりゃそうだよね、うん、だから俺全然これで十分軽快だもん。ハンドリングが軽快。私もこの車開発中にテストコースで乗ってですね、十勝のハンドリング雪のハンドリングコースを走った時にすごいこの走りが気に入って、去年の秋 10月かな、また年式変更でこれにもマイパイロットがついたんですね、はい、で長距離移動するときに楽かなと思ってそれがついたのをきっかけで、はい、よしじゃあ買おうかっていうことで買いました。なんでアウトランダー買わなかったんですか。やっぱりこのサイズ感が個人的にこっちの方がやっぱりもういいかなと思って、うん、それはあるよね。あとアウトランダーは20インチだから、うんうん、スノータイヤ変えたら高くて高い。これは18です。これは18です。16インチも履けます。あ、全然リーズナブルね。タイヤ代考えたら本当に、スタッドレスの20インチなんてめっちゃ高いですよ。鈴さん、はい、どうでしたか。いや、アウトランダーは、うん、こう運転席に座った瞬間に俺は金持ちだぞ。俺は金持ち。いや、そういう俺は人生の成功者だ。そういう感じ。こっちはさ、なんかこう若々しくてスポーティーなの。うん、で、ハンドリングも軽快こっちの方が、うん。で、パワーもアウトランダーの方があっていいんだけど、うん、俺都内に住んでるからこのくらいの大きさでこのくらいのパワーで十分。うん、うん、まあそうですよね。で、ここリアがこうスーッとクーペタイプで落ちてるからこれもまたかっこいい。まあ86好きな人ですからね。こっちがまあね、そうですね。まあ格好重要なんで。テリーさんはいかがでしたか。いや、もちろんいいと思いますよ。確かに普通の街乗りするんだったらこっち側の方がいいと思うんですけども、うん、やはり私はね、まあアウトランダーの方がかっこいいかなと思って。ここで見合いますね。システムがね。うん、システムがいいのよ。あ、雨降ってきた。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さあ今回はですね、三菱の 4WD についてお話を伺いましたけれども、はい、いかがでしたか、デイリーさん。いやいや、僕はびっくりしたのは、はい、エクルプスクルスの方がいいって言ってましたね。だって軽快なんだもん、うん、全然軽快、もう本当、うん、なんかね、確かにそうだね、軽いのこれが、うん、楽しそうでしたね、なんかもっとトヨタでさ、はい、FJ クルーザーって生産中心になったでしょ、うん、バーンと上がりまして、あ、そう、人気が。それは何かというと、今時のね、若い人たちにのファッションに合う車なんですよ。本当は三菱も作るべきなんですよ、そっち側の。そんな気はないでしょだから、ね、だから僕ね、人んちの車興味ないでしょいやでもねアウトランダーがヒットしたことによって三菱も調子に乗って、うん、このね、ダイナミックシールドが行くんだってまたね突き進むんですよ。だからブレなきゃいいじゃないですか。まあでもいいんだけどやっぱりもう少しなんか普通のなんかね、スタバでコーヒー飲んでるような人たちが喜びそうな車にして方がいいのかなって思うんですけど、ね、だってアウトランダーもエクリプスも都会派じゃないですか、見た目、スタイルが。そんな売れてないからな、まだ知名度が足らないかもしれない。ああ、だけど都会に住んでたらあの大きさの方がいいと思うよ。あとは女の人、うんうん、女の人だとアウトランダーだとちょっとでかいと思う。乗りやすそうでしたけどね、本当に乗りやすいし、はい、本当なんかね、楽しいハンドリングが。そう、そうそう、分かってんだよね、俺も、うん、ということで、はい、皆さん、いろいろ考えましょう。今回もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定、ぜひチャンネル登録